私たちが通常目にしているものっていうのは、まあ、原子が無限個連なったような物質ですけど、その原子と、まあ、皆さんが通常目にしている物質の間の物質系ですね。それをいかに精密に作るか、またその物質系ならではの特徴を生かして環境材料を高機能化することに取り組んでいます。現代の社会っていうのは化石資源を燃やすことでエネルギーを作り出す、まあ、すごく簡単に言います、電気を作り出しています。で、これは使い続けると終わってしまうものなんです。で、その上で水素っていうのがすごく注目されているんです。化石資源からエネルギーを作り出すと二酸化炭素が発生しますので、それが地球温暖化につながってしまうんです。ところが水素を燃やしたら水になるだけですので、今度は二酸化炭素が発生しないと。この化石資源を水素に変えるということは、これエネルギーと環境のどちらにとってももう欠かせない技術となって、ただ実際そういった社会になるためにはまだ水素を製造する材料ももっともっと向上させないといけない状態です。そこで私たちのナノテクノロジーという技術を使って水素を製造する技術も向上させています。で、どうやってナノテクノロジーでそれらを向上させるかってことですよね。これらの材料では表面で化学反応が進行しています。で、水素を製造する材料については水から表面で化学反応によって水素と酸素に分けています。そして燃料電池では表面で水素と酸素を反応させて、まあ、エネルギーを作っています。こうやって実際に反応し進行させている部分が金属原子の集合体で、触媒と言われるものです。で、多くの場合貴金属が使われているんですけど、これはまず高価ですし、主に使われている白金などは地球上に豊富にもありません。今の技術のまま水素を製造する材料と燃料電池をもっともっと普及させていきますと、例えば白金などの金属が足りないっていう時代に遭遇してしまいます。で、それを抑えるためにはどうしたらいいのかと言いますと、触媒の量を極限まで減らしてあげるということですね。で、私たちがやってることっていうのは、物を小さくしていった時に最後は原子になると、原子よりも少し大きいくらいの大きさの物質系を精密に扱う技術で、こういった技術を使ってあげますと、実際に反応を進行させている触媒っていうのもすごく小さな領域で加工することができて、大きい時とは私たちが通常目にしている時とは違った性質を生み出すことができます。ですから私たちそういった微細効果も利用して、新たな機能を生み出していく、白金を使わなくていい社会にいずれは持っていきたいと考えています。私はこの大学で、基礎研究をやっていて思うんですが、最終的には今の社会を変えるだけの技術っていうのは得られると感じています。ただこの実験室の中だけでそういったものを作っても、この普及って意味ではこれ、基礎研究だけではもうどうしようもないところがあります。ですから私たちもそうですし、この燃料電池とか水分解光触媒っていうのは今現在はもう国策として産学連携で進められてまして、で私たちも燃料電池の国家プロジェクトなどに参画しています。私たち所属してますこの理学部応用科学科っていうのは理学部であり応用科学科ですので、まあ、その両方をつなぐ役割を担ってまして、ですから実際にここに所属している先生方っていうのは学問的にも活躍してますけど、単に知識を深める、それから新しいことを発見するではなくて、まあ、世の中に貢献することを目指して新しい学問を切り開く先生が多くなっています。で、ここが東京理科大学の理学部応用科学科の、一番の面白さではないかなと思っています。